は激込みだね。なんてったって今日はビュッフェの日だもんね。私1週間前から楽しみにしてたよ。にしてもまさか本当に学食がビュッフェになるなんてな。つぐみから聞いた時は本当に実現するのって思ったけどね。月に1回だけだけど、みんなが少しでも喜んでくれたら嬉しいな。私はすっごく嬉しいよ。スイーツもたくさん種類あるし。クラスでも普段お弁当なのに今日は学食行くって人多かったよな。これもつぐ神様とひな神様のおかげじゃ。ナムナム。あ、でもね、このアイディアひまりちゃんもすごく協力してくれたんだ。あれ、そうだったのか。そうだよ、スイーツは私のアイディアなんだから。おお、ひま神様、ナムナム。もっと敬いたまえ。みんなくだらないこと言ってないで早く取りに行った方がいいよ。なくなりそうなやつとか結構あったし。え、本当？っていうからいつの間にかすごい取ってきてる。別にこれはお腹空いてただけだから。いや、美味しかったな。ごちそうさま。トモエちゃん、デザートはいいの？ケーキとかも食べ放題だよ。ちょっと食べ過ぎたからデザートまでは入らないかな。いろいろあるのにもったいないって。ミルフィーユでしょ、モンブランでしょ、それにミックスベリークレープもあるんだよ。ひまり詳しすぎ。なんてったって私が提案したからね。でもさ、ひーちゃん、そんなに食べて大丈夫なの？え？全然平気だよ。ほら、甘いものは別腹って言うじゃん。そういうことじゃなくって、ひまり、最近学食のケーキ毎日食べてるよね。通常メニューに追加されたやつも制覇するとか言って。そうだけど、あ、私もしかして太った？いや、まだ大丈夫だとは思うけど。ともえ、どうしよう。って、全然聞いてないし。別にそんなに変わってないだろう。これから気をつければいいんじゃないか。そんなにってことは、多少は太ったかもってこと？ひまりちゃん、心配しすぎだよ。こんなことなら学食にスイーツを置いてほしいなんて言うんじゃなかった。でも喜んでる人もたくさんいるよ。生徒会のアンケートでも評判いいし。そりゃそうだよ、だってすっごい美味しいもん。だから食べ過ぎちゃうんだよ。ケーキは食べたいけど太りたくない。けどケーキは。おい、ひまり、大丈夫か？ケーキをめぐって天使のひーちゃんと悪魔のひーちゃんが戦ってるっぽいね。決めた。今日から私、食べた分だけカロリーを消費する。今まで以上に部活もバンドも勉強も頑張るの。ほら、そしたらいっぱいカロリー消費するだろうし、これならケーキを食べる量が少し増えたって問題ないはず。そういうものなの？そういうものなの。まあ、頑張ろうって思ってるみたいだし、いいんじゃないか。やる気があるのは悪いことじゃないと思うし。ひまりちゃん、頑張って。任せといて。そう、全ては美味しいケーキのため。やるぞー。